はい、というわけで12時半になりました。いよいよですね、もう、まあ、午後に入りまして、イフアム24時間配信もなんて言うんでしょう、折り返したというか、もう折り返してもうそのままなんていうの、ゴールに向かっていくというような時間帯になってまして、アリリンが先ほど作りましたせんべい汁、現在スタジオで振る舞っておりますので、ぜひですね、ちょっとせんべい汁食べたいよっていう方はですね、このカフェスタジオごくりに遊びに来ていただけると ね、うん、ね、結構ね、評判はいいよね。そう、味が美味しいって言われたんで、そう、うん、だから、食べたいなっていう方はぜひ行ってください。どんどんアリリンが今渡してますので、よろしくお願いします。で、スタジオではもう一品ちょっとですね、まあ、別の方が、ね、料理を作ってますので、それも完成し次第スタジオにいる皆さんにお配りしたいなと思ってますので、そちらもよろしくお願いします。さて、この時間はですね、ミニブログロックフェスティバルと、まあ、申しましてですね、実はですね、このファイブブリッジ、この会場はファイブブリッジという NPO 法人が運営している貸しスタジオなんですけれども、このファイブブリッジがよくやっているイベントとして、ブログロックフェスティバルというものがございます。これはですね、まあ、なんていうかね、自分のブログを書いているように、とにかく好きなことをどん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 喋っていくという、そういう企画でございます。それをですね、ちょっとイフアムの24時間配信では毎年恒例となっておりましてですね、自分の本当に好きなこと、喋りたいことを10分間、自由に時間を使いまして、10分間与えられた中で好きなことを喋っていくという、そういう企画でございます。まあ、本日は1時間半ですね、この配信枠を用意したので、大体8人ぐらいの方にですね、もう好きなことをもうがっつりと喋っていただきたいなと思っております。まあ、僕が今ですね、喋ってもなんなので、まあ早速ね、始めたいと思います。10分は僕が測って、このベルで始まり、そして終わりも、葬式みたいになってますけど今大丈夫ですかね。まあ、鳴らしたいと思ってますので、とにかく好きなこと、何でも OK です。どんなジャンルでも OK です。まあ、去年ですと、本当にスポーツの話ですとか、好きな歌手の話ですとか、アイドルの話もそうですし、本当に自分のふるさとの話とか、おばあちゃんの話とか、本当に何でも大丈夫ですので、ぜひですね、ちょっと自分の話を、俺の話を10分間聞いてくれっていうやつはですね、スタジオに来ていただければと思います。それではじゃあ、第一の挑戦者をちょっと募集したいなと思います。フリーですよ。フリーで募集したいんですけども、ちょっと、行きたいっていう方は、何ですか、その格好は。ちょっとじゃあ来ていただけますか。はい、どうも。はい、どうも。はい、じゃあこちらにお座りください。こっちなんだ。はい、はい、そうなんですよ。はい、じゃあ、まあ、お名前を。はい、どうも、菊池亮と申します。はい、宮城県仙台市から来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいピンキーですね。ピンキーですね。着替えましたね。着替えましたね。ちょっとね、一回家帰ったら、ね、シャワー浴びたくなっちゃった。はい、じゃあ、ズバリ今日の、まあ、しゃべるテーマを教えてください。そうですね、これですね。お、一眼レフについて。お、なるほど、一眼レフですね。はい、と思います。はい、いやー、ちょっと楽しみですね。はい、じゃあもうね、時間もあれですし、はい、早速始めちゃいましょう。始めちゃいますか。はい、こっちですね。はい、いいですよ。じゃあいきます。はい、では、第一の、まあ、ブログロックフェスの挑戦者は菊池亮さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕、一眼レフ始めたのが実はこのね、5ヶ月ちょい前ぐらいなんですよね。で、大体それぐらいです。で、最初一眼レフっていうとどれ買ったらいいかって迷うじゃないですか。僕もすごく迷ったんですよ。やっぱ結構安い買い物じゃないんで。で、大体一眼レフって、まあ、有名どころだとキヤノンだったりニコンだったり、まあ、あとペンタックスとか、まあ、ソニーもあるんですけど、ちょっとね、有名どころでシェアが大きいキヤノンとニコンですごい迷ったんですよ。で、僕最終的に買ったのがこの EOS70D ってやつなんですよ。で、何がすごいかって、実はニコンとキヤノンですごい迷ったので、で、最終的なポイントがここなんですよ。バディアングルっていうところで、これ見れるところはこう回るんですよ。なんでこういう風にとか、下撮るときにこうやってディスプレイを見ながら撮れるっていう、こういうカメラになってます。で、これニコンでも一応出てるんですけど、今だと新しいのが D5500 ってやつで、初級機なんですよね。エントリーモデルってやつで、初級者用なんですけど、僕中級機の方がいいと思ってて、まあ、友達に、まあ、初級機はすぐ飽きちゃうから中級機買った方がいいよって言われて、そっかと思ったら、ニコンにはですね、バディアングル、これがついてる中級機がなかったんですよ。なんでちょっとキヤノンどうなのかなと思ったら、中級機でバディアングルついてこの EOS70D ってやつがあって、これを買うことにしたんですよ。もうね、 YouTuber っぽい。まあね、そんな感じですね。まあ、最初ダブルズームキットっていう、まあ、レンズを買った、そのレンズね、本体にボディって、これ今ちょっと外しちゃうとレンズとボディこういう風に外れるんですよね。なんで大体カメラっていうのはボディとレンズがどっちもないと
使えないと。で、その最初ダブルズームキットって言って、まあ、あのレンズが2つあるようなキットのレンズ買ったんですけど、やっぱりちょっとなんかね、撮ってるうちに物足りなくなってくるんですよね。あのやっぱり解像度とかちょっとレンズの性能とかで、でこれがすごいんですよ。ちょっと近づこう。これが今僕基本的に使っているのがシグマの1835F1.8 というレンズです。どやまあ、あのこのレンズすごいのが、あの世界で初めてのレンズって言うんですよ。あのこれ実は、まあ、キャノンの純正のレンズもあるんですけど、シグマっていうサードパーティーで出しているレンズで、これ何がすごいかっていうと、絞り値っていう F 値っていうのがあるんですけど、それが 1.8 同士なんですね。はい、何言ってるか分かんないですねあのね、カメラのレンズってこう絞りがあって、こうしていくと、まあ、簡単に言うとこう絞っていくと、あの絞りが大きいほどですね、あの光の入ってくる量が大きくなるんで明るく撮れるんですよ。でこう絞っていくと暗くなるんですよ。で F1.8 ってかなり明るい方で、しかもずっとあのその F 値が変わらないこうズームレンズっていうのが、まあ、何言ってるか分かんないと思うんですけど、初めて、もう世界初のレンズなんですよ。で撮ってもすごい解像力が良くて、もうすごいいいレンズで、これをね、あのちょっと調子乗って買ってしまいましたと。半年も経たずうちに、いやこれね、本当に綺麗で、も本当になんか結構近い近いって人のこと撮ったりすると、もうだいたいこれぐらいの、これぐらいで撮るで、近い近いって言われても実際近くなくて、だいたいこれでもこの腰から上ら辺まで撮れるぐらいの、本当近づいても撮れるっていう、そういう広角的なレンズでですね、あの非常に今使い勝手いいですね。例えば室内とかだと近すぎて撮れないとかっていうのがあるんですけど、あのこれだと結構近寄っても撮れるっていうので、かなり重宝してるレンズです。でついこの間あのまた新しいレンズを買ってしまったんですねこれがキヤノンの、EF7200mm、F4ISUSM、これですね。何が違うかっていうと、いやこっちのレンズもすごいいいんですよ。これだけだと撮れないのがあって、これ 18mm から 35mm までしか撮れないんですよ。でこれだと望遠レンズ 70mm から 200mm まで撮れるんですよ。でしかもこれキヤノンの純正品で、あの見てください、ちょっと普通カメラのレンズって黒だと思いません？あ、黒だと思いません？確かに黒でしかない。でもキヤノンでブランドであって、これ白いんですよ。でこれちょっとあのキヤノンの特色で、白レンズにして高級感を出すってやつで、ついにこれ買っちゃったと、ついこの間。高級感出てる。はい、これ高級感ほんとってて、でさっき言った F 値っていうのはこれ F4 なんですよね。で面白いのが、あの F2.8 のやつもあるんですよ。でこれ重さが 700mm ぐらいなんですよ。 700mm 違う、 700g で、 700g ぐらいで、軽すぎるわ。で、 で F2.8 のやつだと値段もだいたい倍ぐらい、これ確か市場価格で12、3万ぐらいだったと思うんですけど、普通に買うと、あの F2.8 だと、20万弱とかかかるんですよね。でそれで、これでさらにですね、あの、まあ、重さが F4 から F2.8 になると重さも倍になるんです。これ 700g だったのが、あの 1400g ぐらいになって、かなり値段も上がるし、で確かに F2.8 の方が撮影の幅とか広がるんですけど、さすがに、まあ、値段とか重さとか考えたら、まあ、こっちの方かなっていうので、まあ、最近ねこういう風にですね、あの僕カメラ始めて、まあ、半年経つか経たないかなんですけど、すごいなあのバカだなと思って、あの皆さん基本的にはあの一眼レフあまりやらない方がいいと思いますあのね、レンズ沼って言われてて、 あるレンズを買っちゃうと次のレンズが欲しくなっちゃうんですよね、やっぱり。でまだ僕なんとなく欲しいなと思ってるのはレンズとかあったりとか、あと三脚とか、あとストロボとかも欲しいなと思っちゃってるんで、マジでやめた方がいいです。あの多分本気でやりだすと、なんか平気で欲しいのばっか買ってると多分100万ぐらいカメラでいっちゃうので、マジでやめといた方がいいです。そんなお金はないので、ちょっとなんかもう、あの最近あのマジで、あの食費削ったんですよあのだいたい、あの食費、例えばランチとか普通のお店行ったら1000円かかるじゃないですか。
でそれを昼食、まあ、大体まあ今職場に行ってるんで昼間まあなんか、まあ、職場の人はお弁当とか買ってきたりしてるんです、あも買ってじゃないや、もうあの持ってきてたりしてるんですけど、ちょっと親に頼みにくくて、まあ、持ってってないんですけど、あのまあ食わなければね1000円ね浮くし、まあ、痩せるし一番いいんじゃないのっていうね、そういうのでその分だけまあカメラに釣り込もうと。でそれでその夜とかにですね、あのね、あ確かにちょっとなんかカメラって乾燥するカビとか入るとまずいなと思って1000円ぐらいのまあ乾燥剤をポチるわけですよね。まあそういうふうにですね、私はね何か違うものを得ながら生きています。高級レンズもう一回持って、はい、今日の福地君の T シャツはこの高級レンズとお揃いみたいな感じ。あ、そうですね、もう大好きすぎて、だいたいちょっと幅一緒ぐらいですよね。これ F 値ですね、だいたいね 2.8 ぐらいですね。明るめになってますね。12万か13万ぐらい、これそうですね。まあ実際のところこれ高級ってところであっちで買ったんですけどね。はい、あ、ね、あと何分ですか。あ、あとですね、伝わってくださいね。なんかね、思いのほか10分って長い。そう、あと2分あります。あと2分あるの。マジか、飛ばしすぎたな。飛ばしましたね。飛ばしたな。カメラどこで買うんですか。カメラ、あのヤフオクです。あの不安なんですけど、やはりちょっとお金がないんで、あのヤフオクですごいもう血眼になりながら、あのやべえ10分前にまた更新されたっていうのをやるんですよ。で、あれなんかあの残り時間何分って表示されるんですけど、高値が更新されるとさらに10分間あのまた増えるんですよ。で、それを例えば9時に終わるとするじゃないですか。でも人気のやつって最後の最後で本当に安く落としたいからこう上げていくんですよ、ちまちま。なんでそれが9時に終わるはずだったのが10時ぐらいとかになる時に、僕はもうなんか研究とかそっちのけで、まあ、大体まあ夜なんですけど、こうパソコン見ながら、また上がった家帰れねえクソとか思いながら、で、あのその間にとかなんか研究とかしてればいいんですけど、いや気になって、いやダメだ、まだ見てないと、まだ見てないと、あったっていうのをまあ繰り返しながら、僕はこういう風にレンズを買っていたりとかねするわけですよ。まあ、最近そんな感じです。はい。やべえ、あと何分。長え、10分長え。僕は10分にならないと押しませんから。まあ押さないよね。そうですね、はい、でも OK です。女の子におすすめのカメラってありますか。あ、女の子におすすめのレンズはですね、あの僕はキャノンのキスシリーズというのをおすすめします。で、大体ですね、まあ、新しいのだとキス X8 ってやつがあるんですけど、大体 X5 でも結構いい写真が撮れるので、あといやもうヤフオクでね、まあ、3万円からボディ買えるんで、まあ、レンズとか僕もなんかあの昔使ったレンズとかちょっと貸すんで、あのそういうのとかもね、はい、買っていただければと思います。これなんだろう、俺なんかカメラ売る人になってるな。終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで一人目の挑戦者はですね、菊池亮さんでしたね。いや、カメラの話、ね、カメラはね本当に知ってる人と知らない人でね、すごい、まあ、知識に差が出ると思うんですけど、完全にスタジオは引いてましたね。あ、ですね、まあ、情報が入ったんですけども、ちょっと作ってたものができたということなので、ちなみに何ができたんですか。しょっつる焼きそばができたそうなので、スタジオの皆さんもしょっつる焼きそばありますので、ぜひですね食べてください、しょっつる焼きそば。あ、こちらです。そうですね、あ、そう、はい、はい、はい、しょっつる焼きそばができたそうなので、はい、これしょっつる焼きそばってポイント何ですか。しょっつる焼きそばってあの、はい、はたはたの、うん、醤油のついた、はい、あの出汁を使ってるので、なるほど、魚介系の、あ、はい、いいですね。具材は今日お野菜なんですけど、はい、魚介系の焼きそばを楽しめるかなと思います。はい、というわけでスタジオにねお越しいただいた方にはこのしょっつる焼きそばプレゼントいたしますので、はい、ぜひ皆さん食べてください。ぜひ来てください。お願いします。はい、はい、しょっつるガールがはけたところで、ショッツガールがはけたところなんですけども、というわけでね、続いての挑戦者ね、ちょっと募集したいなと思うんですけども、まあこんな感じで10分間自分の好きなことをですね、ただひたすら喋り続けるという企画でございますので、さて挑戦者いませんかね。もうあれ、え、あれ、その緑色さんちょっと怪しいな。緑ですか。緑さんどうぞ。10分、10分ですよ。まああのきつかったら、10分がきつかったらいいですよ、15分でも。10分、そうだね、そうだね、そう、24時間ね。
じゃあやりますか。ちなみにどんなことについて話していただけますか。多分皆さん僕があれを話すだろうと思っていることをね、はい、話そうと思います。あーなるほど、はい、あー多分あれなんだろうなってことですね、はい、テーマはですね、うちのおじいちゃんとおばあちゃんについて。嘘つけーほんとほんとほんと、え、ほんとに10分話せるから、ちょっとやってみるか。あー、じゃあやってみますか。はい、じゃあ行きますね。はい、じゃあ畠山さんの挑戦です。ではお願いします。はい、よろしくお願いします。畠山豊です。うちのおじいちゃんとおばあちゃんについて話したいと思います。マジでそうだな。まずね、おじいちゃんとおばあちゃんはね、2人ずつね、母方と父方いますので、まあ、最初母方のおじいちゃんおばあちゃんの話からしたいと思います。まずね、うちの母方の実家、すごい山中にありまして、まずたどり着くまでがすっごいこう険しい道を行くんですね。で、落石注意って書いてて、対向車が来るともうどうしようもない対抗できないまあそんな山奥にあるんですね。で、こうたくさんいろんな逸話がありまして、うちのおばあちゃんおじいちゃんにはね。まずおばあちゃんの話からしますと、まあ、昔すごいこう食料がなくてね、あと結婚したのがおじいさん方がその次男坊だったと。だからまあ長男からあまりね、お恵みをもらえなくて食べるものもなかったと。そんな時にですね、隣の家から飼ってた鶏が逃げてきたので首を絞めて食ったとかねとかね、まあ、あとはね、山菜採りがすごい好きなおばあちゃんで、山にわらびを取りに行った時に、ある時こうすごい傷を負って帰ってきて、お母さんがね、うちのお母さん、まあ、おばあちゃんの娘ですよ、お母さんどうしたのって言ったら、かまいたちにやられたって言ってリアルかまいたちとかとかとか、まあ、おばあちゃん自体が山んまじゃないかっていう話もあるんですけどもないよあるんですよ、あるんですよ。そういった話たくさんあるので、ご紹介していきたいと思います。ではその山んまの旦那さん、おじいちゃんの話したいと思います。うちのおじいちゃんですね、まあ、父方の方も母方の方も戦争を経験しているおじいちゃんでして、まあ、ちょっと、母方の方は2人ともね、もう亡くなっちゃったんですけども、亡くなった方のおじいちゃんですね、戦争時は食料庫でその食料の管理をする係だったとですね。ある時ものすごいお腹が減って、どうしようもなく、まあ、食料食べてしまったそうなんですねこっそりで、まあ、その話を、ね、まあ、お母さんに娘に言ったわけですよ。おじいちゃんどうしてそんなことしたのって言った。そしたら、やなあ、うちの母は久美子って言うんだけど、いや久美子って、上司の言うことを聞いていたら死んでしまうんだぞって名言を残しておりまして、それはもう血を継いでね、僕もやっぱ上司の言うことを聞いたら死んでしまうんだなと思って今生きてるわけですそういう畠山家だとあと何、ああ、じゃあちょっとまた山んばの方に戻りましておばあちゃん、まあ、母方の方は一緒に住んでないので、まあ、父方の方のね、おじいちゃんおばあちゃんと3世帯家族で過ごしてたんですけども、まあ、お盆になるとお墓参りをしに、おばあちゃんのそのね、すっごい山奥に行くわけですよ。落石注意の対抗できないところに行くわけですね。で、そこでちょっとこう、お墓では絶対転んじゃいけないって皆さん聞いたことありますか？あ、まあ、あります、ありますか。それおばあちゃんにすごい言われて、お墓で転ぶっていうのはその死んだ人がこう引き寄せてるから気をつけなさいよっていうふうに、でもし転んじゃった時は年の数だけこう背中を叩いてもらえる。そうするとその悪い気が飛んで、まあ元気に生きられるよって話をおばあちゃんがしてくれて、分かったって。子供ながらね、その時多分まだ小学校低学年ぐらいだったかな。でそのお盆の真夏の暑い中ね、一緒にこうお墓に歩いてって、そしたらね、おばあちゃんが転んじゃったんですよあっと思って、おばあちゃんをね、年の数だけ叩こうと思ったんだけど、叩いたら死んじゃうじゃないかとひどい、そんなひどい思って、まあちょっと10回ぐらいとどめておいて、まあ、本当はその8倍ぐらい叩かなきゃいけなかったんだけど、まあ、そのぐらいに収めましたという話。じゃあちょっと母方の方はね、このぐらいにしておきまして、今何分ぐらいですかね、4分ぐらいですかね、4分ぐらいですね。じゃあ次、父方の方の一緒に住んでいたおじいちゃんおばあちゃんの話したいと思います。僕は本当におじいちゃんおばあちゃん子で、母が母父とも共働きだったので、
ご飯を作ってくれたのもおばあちゃんだし、一緒に寝ていたのもおじいちゃんおばあちゃん、本当におばあちゃんおじいちゃん大好きで、大好きなんですけど、今振り返ってみるとちょっと変わった人だったのかなと思うことがたくさんあります。まずおじいちゃんね、これちょっと重たい話だけど重く考えないでくださいね。あの胃がんになっちゃって、あの胃を取っちゃったんですよ。で行ってね、あの下の方ががんになった場合って下の方だけ取ると上が残るんだけど、上の方ががんになっちゃうと全部取らなきゃいけないのね。で取った場合ってこう腸と一緒に、あの腸に直接つなぐの、こう食道から。そうするとあのだんだん腸があの胃の機能を果たすようになってくるっていう、人体の不思議なんですけども、うちのおじいちゃん手術して1週間後にあのカレー食べ始めてしかも1日3食とかカレー食べ始めて、えそんなカレー食べてなかったでしょって言うんだけど、いやなんか手術したら食べれるようになってきたって言ってまず胃がなくなったと。で最近あのどこだっけ、あの胆のうか、その胆汁が出るとこも取っちゃったんだけど、で取っちゃうと消化の力が落ちちゃうし、胃がない人って1日に 5回とか6回とか分けて食べなきゃいけないんですけど、うちのおじいちゃん今回あのゴールデンウィーク帰省したらやっぱり朝からカレー食べてて本当に生命力が強い方だったというわけでございます。そんなおじいちゃんの戦争帰りで経験してるんですけど、実は本を書いていまして、あのシベリアにね抑留していたシベリア抑留記っていうものを書いています。本当に過酷な、戦争だったみたいで、あのシベリアの寒い中布団1枚で寝かせられて、朝起きたら隣の人が死んでいたみたいな話をしていて、本当にまあそういう中から帰ってきた人なんで生命力非常に強いんですね。ただやっぱりね、年が年なのでだんだんこう忘れっぽくなってきました最近で。忘れっぽくなったんで、あのメモをね、備忘録っていうあのキャンパスのノートかなんかにね、こう備忘録って書いて忘れないようにメモをするようになったそうなんです。で今日あのこの前ね、実家帰ってきてその備忘録見てみました。何も書かれてませんでした、おそらくあの備忘録を忘れてしまったじゃないかという話がありました。すごい話だな。本当に本当に本当に、いや全然元気なんですよ。あとね、これも、まあ、あんまり大っぴらにはできないんですけど、結構田舎ってね、自分の家でゴミを焼くんですね、焼いちゃうんですね。あ、よくない、よくないね、よくない。ダイオキシンとか問題になりましたね。うちのおじいちゃん、すぐ焼くんですよ、家のもの。あのちょっとこう、床とかにね、こうあの書類とかを置いておくと、勝手に持ってって勝手に焼くんです。すっごい綺麗好き で僕すごいショックだったことがあって、あの小学校の修学旅行、僕あの秋田県なんですけども出身が、北海道に行きました。東京に行く方多いと思うんですけども、あと仙台とかね。でお土産をね、おじいちゃんおばあちゃん大好きだからいっぱい買ってきて、帰ってきてこう、これおじいちゃんこれおばあちゃんとか渡して、あとこう手ぬぐいを買ったんですよ僕。で袋ごと渡しました。おじいちゃんありがとうって言って、次の日ですね、そのお土産買ってきた袋を焼いていたんですねであの手ぬぐいだけがなんかそこに残ってたみたいで、あのそれを途中で僕感づいて気づいて、おじいちゃん手ぬぐい取ったの、あ忘れちゃったって言ってこうわーっと言ったら、こう半分焼け残った手ぬぐいが入ってまして、まあ大泣きしましたと。まあその他には僕はあの僕お金大好きなんですけど、子供の頃からね、あの1000冊とか5000冊とかをあのこう一個一個箱にしまうって趣味があって、うん、あの多分合計1万円分ぐらいは焼かれてるんじゃないかなという話があります。あとはですね、うち、あ、まだ大丈夫だよね、今7分ぐらい、今ですね9分です。あ、やばいやばい、うちうさぎ飼ってるんですよ、2匹ぐらいでそのうちね、1匹がちょっと今年の春ぐらいに、春じゃない、去年か、去年の春ぐらいに亡くなっちゃいまして、でまあ、あのうちの中ではとりあえずじゃあ土に埋めてあげよう、チェルシーって名前のね、可愛いウサギだったんですけども、チェルシーね、土に埋めあげてよねって言ったらね、おじいちゃんがボロボロ泣き始めて、いや、チェルシーだもん、ちゃんと
ちゃんと葬式してればダメだって言ってペット葬にちゃんと連れて行きまして、そう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 、はい、小型動物って部類に入るらしくてね、5000円ぐらいで葬式をしました。でこうちゃんとあの今ペット葬するとこういうなんかお骨みたいなのに入ってねペットのやつも来るんですね。でうちの母親的にはまあちょっとね、まあ、せっかく来たから、まあ、2、3日ぐらいねそのお骨をとどめておこうと思ったんですけど、まあ、あのおじいちゃんはですねその一度焼いたお骨をさらに焼いてしまいましたまあ何でも焼くからなあの人ねあ、終わっちゃった。あの おばあちゃんは超いい人です。一緒に住んで以上です。ありがとうございました。いや、なんでしょうね。あのすごい平和でしたね。面白いですね。面白いですよ。これネタこと欠かさないですね。まだあるよ。まだあるんですね。なんか10分じゃ足りない感じでしたね。すごいな。というわけで本当にねもう好きなものを何でも喋って OK なのでよろしくお願いします。さてまあしょっつる焼きそばもねみんな食べてる中なんですけどね、あのですね次行きますか。次誰行きましょうか。もうこんな感じで喋っていただいて大丈夫なんですけども、本当に誰が出ていただいても構いません。もうねあの究極の視聴者参加型番組というのを名乗っているのにスタッフが出てきたよあーじゃあもうここに座ってください、はい、自己紹介お願いします。長谷川龍也でございます。長谷川龍也ですね。はい、長谷川龍也さんですけど、今日は何について話しますか。まあ、去年と同じことですね。はい、乃木坂46について。はい、乃木坂46。もね、誰も見ない、なんか黙々と語っていきたいと思いますよ。誰も見てないんですよ。あのね、ミニブログロックフェスティバルの時間が一番誰も見てないんですよ。最高だね。最高なんですよね。配信してるんだぞ、こっちはってことなんですけど。うん、じゃあ、やりますか。はい。はい、というわけで長谷川さんは乃木坂46に関する話をしてくださるそうです、はい、では行きましょう。どうぞ。僕ね、乃木坂46がすごい好きなんですよ。去年もこれで話したぐらい好きでして、で去年は主に、まあ、全体的なグループの、お話をしたんですけれども、今回は分かりやすく AKB との違いを4点に絞ってお話をしていきたいと思います。え、AKB と乃木坂って一緒じゃないの？一緒じゃありませんはい、いいですか一緒じゃないんですよ。で、もともと AKB グループっていうのはソニーレコードでデビューをしていたんですけれども、途中で移籍をしてキングレコードに入りました。逃した魚は大きいぞ。そうなんです。で、逃した魚っていう DVD がソニーから出てるんですけれども、そこはまだ売れてなかった頃の AKB なんですね。で、そこで、まあ、商売やり逃したソニーが何か打開策はないかなっていう形で、公式ライバルという形で出したのが乃木坂46です。これがまず誕生のきっかけなんですけれども、まあ、ここから違いのお話をしていきましょうと。で、キングレコードから出てる AKB とソニーから出てる乃木坂です。で、何が大きく違うかっていうと、まず乃木坂には劇場がありません。劇場には何だろう、賛否両論あるんですね。まあ、AKB は会いに行けるアイドルとして出てるんですけれども、乃木坂は古き良き良いアイドルなので、メディアを中心にこう出てそのファンとの交流を図ったりだとか、認知度を上げている、そういったところがあります。で、これのメリットっていうのはたくさんの人に多く届くっていうことです。逆に言うと劇場があるとその子たちを見に行けるんだけれども、毎回その公演によってダンスで怪我しちゃったりだとか消耗だとかで、そのグループ内でもこう結構トラブルが多く起きるというところもあって、まあ、この点はすごくソニーの戦略としてはいいかなと思っております。でね、まあ、メディアっていう話が出たんですけれども、乃木坂46はデビュー当初から冠番組を持っている。これがもう本当に素晴らしいんです。なんだってね、司会がねバナナマンです。今ねバナナマンといえばね、テレビで見ない日がありませんからね。で、そのバナナマンがその公式お兄ちゃんってのたまうぐらいにその乃木坂46のことを愛してやまない。で、先々週もちょうど、僕バナナマンも大好きなんですけど、バナナムーンゴールドでスペシャルウィークで乃木坂の紹介をして、ゲストに乃木坂を呼んで企画を組むぐらいに本当に、愛してやまないですね。で、そんな、バナナマンと乃木坂はすごく関係性が深いんですけれども、そうやって愛のある共演者だったりだとかスタッフに囲まれて、毎週日曜日に番組をやっていますと。
でその中でそのバラエティとしても優秀なんですけれども、僕が好きだった企画3つちょっとお話ししていきたいと思います。これを見るとちょっと乃木坂俺が好きなの分かるかもなっていうところを挙げていきましょう。1個目が、ハロウィン企画で、これは、メンバーがそのハロウィンの仮装に着替えてそのカメラに向かって何か一言っていうところを言うんですけれども、その一言というのが結構秀逸で、福江さんの格好に着替えた橋本七海が、あれですね、逮捕しちゃうぞって言おうと思ったんですけれども、それをバナナマンから言っちゃダメだよって言われて、そこで、なんて言ったかというと、左折禁止ってこう色っぽく言ったんですね。まあこういった回があったりだとか、左折禁止ってこういろいろと書き立てられません、ファンとしては。あ、みんなファンじゃないか。まあなんですけれどもね、まあ見ていただくと分かるっていうね。あとは、数週にわたって放送された、マカオでロケをした回ですね。これは、何枚目だ、8枚目のシングルで初めてセンターになった西野七瀬が、バンジー飛ぶんですけれども、ま、これはまあ去年話しましたよね、割愛します。マカオのロケもすごく楽しいんで、ぜひ見ていただきたいです。あとは最近で言うと、乃木坂って結構変わった趣味の子が多いんですけれども、そういう一面を出そうっていうことで、仙台一高出身の古川さんっていうクイズ王が、共演して、クイズ番組をやった時にすごく面白い、番組ができましたと。でこの3つ見てもらえればなんとなく乃木坂がこううまく引き出されているなっていうのがつかめると思います。ちょっと脱線したんですけれども、1個目は劇場があるかないかという話でした。2つ目です。クリエイターに磨かれているアイドルだなっていうのを AKB 以上に感じるのが乃木坂46です。まあ、つい最近11枚目のシングル命は美しいが出たんですけれども、そこのミュージックビデオが結構凝った作りになっていて、同時期に AKB のグリーンフラッシュ、これのミュージックビデオも流れたんですけれども、確実にその乃木坂の方がクオリティが高いのもわかるし、YouTube の再生数もついに AKB を上回ったというところで話題になりました。これは去年だったら考えられないことです。まあ去年は恋するフォーチュンクッキーとか AKB っていうのは当たりがバンって出る時があるんですけれども、そこに対して何も太刀打ちできない状況でいたんですけれども、徐々に追い上げてきているという、これが3年目の乃木坂46の底力であります。はい、あとは個人 PV、 これによって磨かれる表現力が磨かれる子がすごく多いんですけれども、映像監督の方とその限りなくアイドルとの距離が近いっていうのが魅力の一つなのかなと思っています。個人的には6枚目のシングルガールズルールの表題曲の MV を撮った、柳沢翔さんだったりだとか、あとは個人 PV で、早い言い回しだったり独特のテンポのおなじみの、山岸聖太さん、その方が僕は大好きで、毎回家で見てるんですけれども、僕の同居人は誰一人として見てくれないっていう、ね、とてもね悲しい状態になっています。で、まあ、最近のところで言うと大きかったのが、乃木坂46からそのモデルの方に兼任みたいな形で出てくる形が増えました。代表例としては、まあ、数年前からレイの専属モデルとして白石麻衣が出てたと思うんですけれども、先々月あたりからそのキューティーの専属モデルに斉藤飛鳥で、ノンノの専属モデルに西野七瀬で、キャンキャンの専属モデルに、松村さゆり、そして、橋本七海が選ばれるというね、こう一気にこのサプライズみたいな人事が起きていて、他のアイドルとは一線を画すそのルックスの良さっていうのがついに表に出てきた瞬間なのかなと思っております。同時期に、あれですね、桐谷美玲ちゃんが、のんの辞めちゃったんですけれども、それが西野七瀬のせいだっていうふうに叩かれているところもあるんですけれども、まあそこは徐々にそのうまく、女性ファンの獲得のために、頑張っていただければなと思っております。で、僕去年も話したんですけれど、今年1年での乃木坂46の成長っていうのは本当に凄まじいんですよ。こちらも4つにまとめております。はい、まとめるなあの人。で、1個目が、夏の全国ツアーファイナル、これを明治神宮でやったんですけれども、こちらでついに3万人の大台を動員するっていうね、アイドルとしては結構、まあ、徐々に中堅から上位の方に来てるんじゃないかなというところです。
でこれがファイナル一番最後にやったところの、君の名は希望っていう曲があって、そこのサビのところの瞬間に、花火がドーンって打ち上がるところがあるんですけれども、それがもうファンからしたら忘れられない景色だと。で、まあ、ファンともちろんこうパッと見た時に、その時にメンバーだった白石麻衣も振り返った時に、あの花火はすごくて忘れられないっていうのは毎回インタビューの度言っているので、これはその乃木坂とファンの心をこうリンクした瞬間なのかなっていうふうに思っております。続いていきます。2番目が、2月22日この日なんだか分かりますか？まだいけますか？、うん、まだ大丈夫です時間は。はい、この日は乃木坂46の誕生日なわけですよ。で今年で3年目を迎えるわけです。乃木坂も11枚シングルを出しました。はい、で毎年毎年この日に恒例になって行うのがバースデーライブです。はい、バースデーライブは西武ドームで今回行われたんですけれども、西武ドームって皆さん知ってるか分かんないですけど、上がちょっと空いてるんですよ。そうですね、すっごい、めちゃくちゃ寒いんですよ。で2月22日ですよ、極寒です。極寒。その中で乃木坂46、全曲やりました。全曲やってどのぐらいの時間をかけたかというと7時間です。大抵スカートだったり、半袖だったりしてたんで、乃木坂の子たちはすごい寒いんじゃないかと思ってファンは懸念とかをしていたんですけれども、難なくやりきってしまうっていうところで、そのただこう女の子っぽいとか女子校っぽいっていう雰囲気からさらにこう磨かれたところも出てきたんじゃないかなと思っています。で3つ目が、まあ、これがね何たってでかいですね、紅白有力視されてたんですけれども、落ちてしまいました。そうですね、はい、これっていうのはまあ、なんででしょうっていうところについては掘り下げますけど、そうですね、スキャンダルがあったせいなんですね。はい、まあ、3人の女の子がちょっと飲酒をしていたりだとか不倫をしていたりだとか、そういったところが取られてしまっていて、乃木坂はその青春派で売っていたのですごくそこにブランドとして傷がついたんですけれども、そこが7月あたりにね、ドキュメンタリーの映画としてその流れみたいなところがやると思うんで、皆さん興味があったらそちらもぜひよろしくお願いします。はい、そうですね、あとはそこのところで言うと、やっぱりその11月とかそこら辺になると紅白のための勝負曲を打ってくるわけですよ。でそれが去年乃木坂46は何度目の青空かっていう名曲だったんですけれども、そちらに関して言うと秋元康っていうのは実は、AKB、SKE、NMB、HKT、乃木坂それぞれに曲をストックして振っていってるんですけれども、その中でも名曲だと言われるぐらいのレベルです。でこれを逃したら惜しいんで、ぜひ来年、いや今年ですね。はい、もう半分も言ってないよこれ。本当に終わりですね。終わった、完全に終わりですね。はい、ということで離れてください。終わりです。分かりました。はい、あー暑かったですね。あのですね、スタジオにですね、高校生がいるんですけど、ドン引きでしたね。でしょうね。でしょうよ。でしょうよ、うん、初対面だよ。どうするよ。どうするよ。田舎の人だと思われてるぞ俺。そんなことないんですけどね。結構ね、うん、隠して生きてるよ。そうですよね、うん、去年の今頃までちゃんと隠して生きてたのね。ちゃんと隠して生きてたよね、もう何も隠せてないです今ね。ファンをするのはいけないことかと。あー、うん、なんでそこも乃木坂の歌詞引用してるのかっていうところですよね。そうですよ、うん、じゃあ次行きますか。さあ次誰行きましょうか。空いてる方、おなんかね立ち上がってるから違うんかい。怪しい動きを見せた。これは、あ、行きたい人がいますね。じゃあすいません来てください。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、たびたび出てますが、はい、社会人1年目になりました、はい、金森夏実です。はい、よろしくお願いします。今日はどんなことについて話していただけるでしょうか。今日は、はい、私大学時代に、はい、国語、はい、日本語の研究をしてたんですけど、はい、そのことについてちょっと話そうかなと。わかりました、思います。いいですね、自分の研究分野を。はい、じゃあ思う存分10分間語ってください。はい、行きます、はい、はい、よろしくお願いします。ですね、私が大学時代に専攻していた分野っていうのが国語学または日本語学っていう分野なんですけど、
まずこの分野って何を一体研究しているのかっていうのがあんまり知られてないというか、まず文学部だったんですけど、文学部って何やってんのみたいなところもあると思うので、まあそういう話をちょっと初めにしたいなと思うんですけれども、ですね、やっぱり文学部ですとか日本語を研究してますっていうと、こう日本文学だと思われることが多いんですね。なんかあの夏目漱石読んでんのみたいなのを結構聞かれるんですけど、私はそういうところではなくって、日本語そのもの、言葉についての研究をしていました。っていうのは、例えば日本語の構造とか、まあ動詞やら、ね、名詞やら助詞やらうんぬんやったと思うんですけど、そういう日本語の構造について、日本語がどういう構造でできているかっていう研究をしてたりですとか、あとはその言葉がどうやってこういう意味になったのかとか、どうやってできたのかっていう言葉の成り立ちについて、歴史についてだったり、あとはこれが私の卒論の分野だったんですけど、今から話すのが、方言、日本語に日本語、まあ日本、まあ、共通語とか標準語とか言われるものがあるんですけれども、まあそれとは別に、まあ、日本各地で話されている方言っていうものがありまして、そっちの言葉が、まあ、どういうふうにできてるとか、どういうふうな構造になってるっていう研究をしていくような分野。あとはですね、これは最近できてきた分野なんですけれども、今まで話したことって全部大体書き言葉なんですよね。やっぱり昔から残っているものって書き残されている言葉しかないので、書き言葉の研究がどうしてもメインになるんですけれども、最近だとやっぱりこうボイスレコーダーだったりですとか、まあ、映像だったり、こう話す言葉が残るようになってきているので、話し言葉を研究するっていう分野が最近新しくできてきてまして、まあ、っていうのはその私もよく言っちゃうんですけど、なんかとかそういうふうにこう書き言葉には出てこないような、話し言葉にしか出てこない言葉っていうのがあるので、まあ、なんかさーとか、あのーとか、そういうのも研究していこう、どういう意味を持っているのかっていうのを研究する分野っていう、この4つが主に私の、国語学でやってた分野になります。でですね、まあ卒論で何をやってたかとかそういう話をすると10分ではちょっと はまらないなと思ったので、今日は、まあ、卒論にのね方言に関すること以外でも、その国語学全般的に勉強してて、これはちょっと面白いなって思ったことを中心に、まあ、さらっとしたことを話していけたらいいなと思います。でですね、今何分かな、はい、3分半、はい、じゃあまず一つ目なんですけれども、はい、若者言葉についてちょっと話したいなと思いまして、まあですね、まあ、世の中的には若者言葉って結構批判対象になることが多くてですね、まあ、ご年配の方からなんでそういう言葉遣いするのかとか、なんか、まあ、あんまり良くない言葉遣いだとか、そういう言葉遣いするのは恥ずかしいだとか、まあ、いろいろそういうふうに言われることが多いんですけれども、まあ若者言葉が、まあ、そういう批判的な、まあ、もちろん私もこれは良くないなとかそういう思うものもあるんですけれども、実は全部の若者言葉が批判対象になるのはちょっとおかしいんじゃないかなっていうのが研究対象として見た時にあるんですよね。でその代表的なものがラ抜き言葉なんですよ。食べられるが食べれるになったりですとか、見られるが見れるになったりっていうら抜き言葉、これ、まあ、ちょっと前に結構問題視されることが多かったんじゃないかなと思うんですけれども、これって、まあ、要は今の時代だけで見たら若者言葉なんですよね。若い人たちがよく使う、なんでそこを見れるっていうのとか、そういうふうに言われてるわけなんですけれども、これって実は日本語の歴史の中で見たら言葉がより使いやすい方に変化しているっていうことなんですよ。やっぱり見られるとか食べられるってちょっと言いづらい部分があると思うんですよね。
それがやっぱりこう言葉ってどうしても使いやすい方向に変化していく傾向があるので、まあ、そこでだんだんこう見れるになったり食べれるになったりで、それはこう言葉の進化としてはすごく合理的なことだと。だから、変化をね、すべてこう批判するのではなくて、言葉より使いやすい方法に日本語が進化したんだと、そういうふうに、研究対象としては見るっていうことなんですよ。なので、そういう面で見たら、ラヌキ言葉は今ってこそまだちょっと批判はあると思うんですけれども、もうどんどん使う世代も増えていくんですよね。やっぱり今は若い人たちが使っているとしても、その若い人たちが年を取ったら年を取った人も使うわけで、そうやって言葉っていうのは進化して全部の世代の人が使うようになるわけですよ。でそこまで生き残った言葉っていうのはもう新しい言葉ではなくて普通の言葉になるということなんですよね。でそうやって昔から日本語はちょっとずつ変わってきていますということが、勉強しててすごく面白いなと思いましたので一つ紹介でした。でですね、もう一個ぐらい言えますかね。じゃあもう一個言いたいなと思っていることがありまして、これは、方言についてなんですけれども、方言ってね、やっぱりその地方によって全然違うと思うんですよ。皆さんご存知の通り、その、まあ、東京から、まあ、東京が一応今は共通語といいますか標準語といいますかということになっていると思うので、一応こう全国のニュースで流れるような言葉は東京の言葉ということになってますけれども、まあ、東北の方言だったり、まあ、九州だったり関西だったりいろいろ話し方があると思うんですけれども、実は調べていくと、こう東北の端っこと九州の端っこで同じ言い方をしていたりとか、なんでこことここが同じの使ってるのなんていうのも出てくるんですね、実は。でそこはなんでそうなっているのかっていうことが実は研究してると分かるんですよっていうのを話したいと思います。でまず言葉が地域によって差が出る仕組みっていうのがありまして、ですね、まあ昔って考えると、中心地、何でも政治でも文化でも中心っていうのは昔は京都だったと思うんですけれども、それは言葉っていうのも一緒で、実は言葉もその中心地は京都だったわけです、昔は。でそこからどんどんこう人伝いにゆっくり、今みたいにこうテレビで全国に一斉に流れたりするような言葉もないですから、まあ、近くの人から伝わってこう京都からじわじわ周りにこうバーッと言葉が広がっていくわけですね。でそれって例えばこの京都がやっぱり中心地なんで、ここからどんどん新しい言葉が生まれていくわけなんですけれども、地方に広がっていくにはタイムラグがあるんですよ。なのでそこの差がどんどん方言になっていったっていうのがあるんですね。でまあ、昔京都で使っていた言葉がバーッとじわ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 広がって、こっちの東北の端っことか九州の端っこにたどり着いた時にはもう京都の方で新しい言葉が生まれて、また広がってこの辺は使わなくなってる、でもこっちの端っこには残ってるっていうのが方言の差になっていくわけですよ。でその時にやっぱりこう広がっていくっていうことは、こっちにもこっちにもどの方向にも広がっていくわけなので、偶然そこでその同じ言葉が残っていれば、日本の東北の端っこと九州の端っこでも同じ言い方をしているところはもちろん出てくるというのが、離れているけど同じ言い方をする仕組みということなんですね。で、言葉は伝わるって電波っていうんですけれども、この言葉の電波っていうのがすごく方言では重要になってきていまして、でその仕組みで、どん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 言葉が広がったりとかっていうことになるんですけれども、ね、一つ例を挙げると、ちょっと前にあまちゃん NHK のあまちゃんでジェジェジェがすごくこう広まったじゃないですか。岩手の久慈っていう地方のあまさんたちが使っていた、驚く時にジェジェジェって言うっていう言葉がすごく有名になったと思うんですけれども、まあ、それも一緒なんですね。あの言葉の成り立ち方としては、もともとはジェっていう言葉も
京都が京都でできた言葉が語源になっていて、それがどん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 広まって広まって広まって青森のくじだけに今残っている、あ、あとちょっと青森じゃない、岩手のくじに残ってるっていうのがありまして、なのでちょっと確かですね JA だったか忘れたんですけど、そういう同じ語源の言葉が九州の方にも確か残っているというのもありまして、はい、終わっちゃったなのでそう、まあそういう感じで地方の方言も実は昔は京都の中心部でできた言葉だったっていうこともありますよという言葉の面白いところだなというので以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いやこれね、あの10分間何を話そうかってみんな多分考えてくると思うんですけど、本当に好きなことしか話さないからやっぱ熱量が違う。やっぱね、本当に好きなんですよね、みんなね。で、自分の研究分野がこんなに好きだなと思えるのすごい素敵なことだなと思いますね。さて、じゃあ次の挑戦者行きましょうか。はい、お、来ました。じゃあ座ってください。思いっきり座ってください。はい、どうぞ。はい、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、こっちですか。はい、はい、そこですね。はい、宮城教育大学3年生でアッパーズの秘書をやっております坂岡由美です。はい、由美です。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあもう由美と呼びますけども、はい、由美さん今日は何を話しますか。今日は私の大好きなアッパーズのメンバーについての公開告白をします。大丈夫ですか。大丈夫ですか。全員だから全員。大丈夫ですか。全員のこと愛してるので。じゃあもうやりましょうか。はい、はい、というわけでいきます。はい、まずまあ最初にまだですよ。はい、じゃあいきますね。はい、じゃあ始めます。よーい、スタート。はい、まず私たちとりあえずアッパーズとは靴磨きをしている学生が中心となった企業です。メンバーは現在男子7人女子4人の11人でやってます。で、まあ早速入るんですけど、アッパーズに入るきっかけってなったのが、まあ島田瑞希くんなんですね、代表の。でも瑞希くんとも会ったことがなくて、その時ツイッターで一回話したことがあるかないか、多分関ジャニの話なんですけど、私もジャニオタなんで、まあその一回話しただけで瑞希くんとは多分なんだろう、なんで繋がってるかもわかんないんですけど、まあツイッターにいる人だなって感じだったんですが、なんか どういう人かわかんなかったんですけど、結構面白いんですよ。面白いからたまにファボったりとかしてて、である日私なんかやりたいなってこういろいろ探してたら、瑞希くんがなんか面白いことをやろうとしてると、靴磨きでなんかやろうとしてるって思って、一つリプを返したんですね。瑞希くんって何者なのって、あの一回しか話したことないくせにむしろお前が誰だみたいなしたら、あの爽やかイケメン瑞希くんは僕はこういうものですとで、こんなことやるんだけど明日実は会議やるんだよねって、9時から会議やるんだよね、初めての来るって言われて、あ、行く行くっつってそれが夜の11時から12時半ぐらいまでのお話で、で、じゃあもうユミ明日早いから寝るわっつって、で、次の日の8時45分に瑞希くんと会えるで集合し、そのままあーどうもっつって会議に行ったんですよまあそしたら、まあ、その日はアリにいなかったんですけど、他のメンバーのワッチ、桑田くん、ワッチとか、まあ、畑くんっていうテルテルとか、まあ峯岸ちゃんっていう葉っぱちゃんっていう子がいて、あと、まあ、大人の方々がいて、初めての私を、当時金髪で超ギャルだったんですけど、そんな私を受け止めてくれたんですね受け止めるじゃない、受け入れてくれて、あー楽しいなって思って、話してる内容もすごい勉強になることだし、ここにいれば自分もなんか自分らしくいられるのかなって思って、入るって言われたから入るっつって、その日のうちに入ったんですね。で、まあ瑞希くんのいいところって言ったら、もうみんなご存知、高身長、高学歴、
イケメン。もうなんかあといい匂いですし。いつもなんか面白い柄のシャツ着てるんですけど、なんかお花見の日とかも白パンに白いシャツになんか変なパイナップルみたいなからパーってついてる謎のシャツ着てた時はそれを着こなしちゃうあたりがすごいかっこよくて、あとクレープ食べてたんですけど、クレープのクリームを口の横につけてるの、可愛くて可愛くて仕方ないんですね。まあまあそんなわけで、みずきくんは爽やかで、であと誰よりも優しいですね。人のことを見てて思ってて、で細かな気遣いを忘れないと言いますか、なんかちょっと悩んでて、でもそれ言ってなくても、なんか最近ユーミン悩んでるっぽいけど大丈夫みたいな LINE くれたりとか、あとこの間車運転してたんですけど、でアッパーズのみんな乗ってたんですが、いや運転する姿がかっこよくて見惚れてましたね。そんなわけで水木くん終了で、次アリリン、問題のアリリンなんですけど、アリリンはネットでそのアッパーズのサイト見てて、一人なんかセーラー服の女の子いるなって、高校生なのかなって思ってまあまあまあ高校生の女の子がいるんだなぐらいで会ったら、2回目の会議の時にアリリンが来て、アリリンだよっつって来て、でまあアリリンって言うんだなって思って、なんかアリリン何歳なんだろうって思ったら同い年だったんですね。宮城大学の3年生、って思って、まあでも可愛いからいいかといい子だしですぐ意気投合して、まあ一緒にカラオケ行ったりだとか、カラオケも2回行ってアリリンの素敵な歌声を聞いて、あこの子完璧だなって思って、しかも思いがすごい強くて、少子高齢化を止めたいと、違うな、少子化止めたいか高齢化言ってないね、少子化を止めたいっていう思いがすごくて、割と会話のほとんどが少子化対策についてなんですね。こんなに楽しそうにね、社会の問題を話す女の子いないなって思って、あと結構大好きってユミ言うんですけど、大好きって言ったらアリリンも大好きってすぐ言ってくれるんですよ。そこが好きですね。あと髪がサラサラでいい匂いで、もう匂い重要です。もうあと本当に可愛い、目が大きいし、もうアリリンと2人でご飯、この間もご飯行ったんですけど、可愛すぎてご飯どころじゃなかったですねアリリンとはソウルメイトって言ってます。もうなんかいつもキラキラしてて、私のこと元気づけてくれて、なんか動画、私が電話できなかった時とか、それでもちょっと悩みもやもやしてるんだったらっつって、アリリンが動画作って私に送ってくれたんですよ。こんないい子っているのかと。でももう大好きですね。とりあえず心の底から大好きです。で次王子さん、多分朝も If I Am で出たと思うんですけど、王子さんっていうバーテンダーの、あとウェブデザイナー、ウェブエンジニア、まあ、よくわかんないけどパソコンが強いパソコンが強い謎な沖縄から来た男の人がいるんですけど、私の一個上で、王子さんもすごいかっこいいんですね。まあみんな美男美女で顔がかっこいいっていうのももちろんなんですけど、王子さんのかっこよさもなんか大人の色気といいますか、一個上なんですけどねまあこの間、まあ、いろいろイベントの催しでいろいろ2人で行動することが多くて、で私は自販機で、わーこれ面白い飲みたいって言ってた、なんかマンゴーの宇宙レジオのフルフルするやつ見て言ってたんですよ。ゆみトイレ行ってくるって言って、行って帰ってきたら王子さんがそれ買おうとしてるっていうかっこよくないですか王子さんめっちゃかっこいいと思って、あとなんかあの何でも、あこの間マックで僕にこれでコーヒー買ってきて、残りのお金は全部ユーミンが好きなの買っていいよ、すっごいいい声でかっこよくないですかめっちゃかっこいいなって思って、王子さんは本当に、王子さんまだ会って、初めて会ったのもアリリンとカラオケ行ってる時に王子さんが来たのかな。でだからアッパーズの中だと水木くんの次にユーミンとアリリンがあったんですけど、初めて会ってなんかこんなにも話しやすい人がいるのかと、まあ、カラオケで意気投合しまして、でだからまだ半月ぐらいなんですよね、会って。だけどここまで好きで、私王子さんもほぼ毎日会いたいと思うんですよね今日も来るんですけどね、アリリーも水木くんも王子さんも、あとワッチもテルテルも
今最近この辺でよく動くことが多いんで、毎日会いたいぐらい愛おしいんですよ。だんだん心配になってきた。本当に大好きなんですけど、あとじゃあどうしよう、王子さんの話まだいっぱいあるんだけど、一旦時間はホリッチ8分。あ、やばい。じゃあホリッチの話をします。ホリッチってのはホラグチくん、ご存知ホラグチシュンくんなんですけど、初めて会った日にスターバックスで抹茶ラテをおごってくれたんですよ。それだけ。だからホリッチです。リッチホト、ホリッチ、ホラグチのホト、リッチのリッチです。ホリッチです。あ、やばい。整えました。整ってねえ。周り整ってはいねえ。整えましてございます。で、ホリッチすっごいなんかツンデレな感じじゃないですか。で、私には結構デレデレなんですよ。いや、なんかユミもホリッチにどう思われてるのか、なんかヘラヘラしてる、なんか冴えないやつ来たなとか多分思われてるんだろうなって思ったら、この間ツイッターでリプですごい尊敬してますって急に来て、ホリッチユミのこと尊敬してんのって思って。いや、だからそんなホリッチのことを尊敬してます。なんかボキャブラリーがすごくて、こんなにスムーズに綺麗な言葉でまとめることができるのかって、さすがですね。さすがIF I AM の MC で、私は尊敬しております。時間がないと思うので、バッチとテルテルの話をさらっとすると、バッチもテルテルもイケメンですね、高身長の。あと頭がいいです。私と同い年です。なんでしょう、あの二人はエレベーターとか乗ると必ず先に乗ってピッてこう開けるボタンを押してくれるし、ドアとか必ず開けてくれる、めっちゃ紳士です。イケメンです。そうなんです、アッパーズイケメンしかいなくて、女の子も可愛い子しかいないので、私超幸せですね。いろんな人がみんなイケメン。違う、みんないい匂いなんですよ。なんかいつもスンスンってやってるんですけど。まあ幸せです、一緒に入れて。この後アッパーズのコーナーがあるのでよろしくお願いします。ぴったり。イエーイ。はい、スッとね、教えてくるんですよ。後日談は語らせないスタイルでブログロックフェスティバルやってます、今回は。ホリッチ、あーもうやりづらい。もうやりづらいな。ホリッチ、これはね、それだけ送って、送るの。送るの、着払いで送ってやるよ。はい、というわけで、じゃあね、次誰出ますかね。ダン出たわ。じゃあどうぞどうぞ。じゃあ元気なうちに、元気なうちね、ましょうよ。喋りたいことを喋るよ。そうですね、まあ、残り枠も少なくなってまいりましたんでね。はい、じゃあ自己紹介お願いします。東北大学4年大河原彩人です。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ本日はどういうテーマで。ね、好きなラジオについて話します。あ、いい、それいいですね。好きなラジオ、いやもう楽しみなんで早速聞きましょう。はい、ではいきます。では用意スタート。はい、まあ、10分間しかお時間がないということで、まあ、僕がどうしてラジオを好きになったかっていう話と好きなラジオの話があるんですけれども、まあ、先にお話ししたい好きなラジオの方のお話をしたいと思います。僕の好きなラジオ、ちょいちょいツイッターとかでも言ってるんですけど、まあ、タイムマシン部っていうラジオがめちゃくちゃ面白いんですよ。ですね、出会いは高校1年生の時にですね、僕はもともと伊集院光さんのラジオが大好きだったんですけれども、まあ、その時期に、まあ、伊集院光さんのラジオ以外にも面白いラジオないかなと思って、ちょっとネットを探していたら、伊集院光さんのファンである方が、ポッドキャスト、ラジオを始めたというので、あ、じゃあ、聞いてみるかなって聞いてみようかなと思って見つけたラジオなんですけれども、タイムマシン部、基本的に構成メンバーは2人なんです。MC を務めるのが、白井亮さんという男の人で、AD を務めるのが、笠原さんという男なんですけれども、この2人はもともと東京の演劇学校で同級生だった2人なんです。同級生だった2人なんですけれども、そもそも最初は全く接点のない、共通点のない2人だったんですが、ある飲み会でたまたま白井さんと、その笠原さん、あともう1人江端智子さんっていう女の人がいるんですけれども、この3人が、同じ演劇部の、飲み会の時に、そういえばラジオっていう子供の頃聞かなかったっていうところから、あ、私実は聞いてたんだよね、あ、俺も聞いてたっていうところから、じゃあ俺らで一応ラジオやってみないっていうところから始まったのが、この
白井亮さんという人のラジオ人生の始まりなんですね。この3人がまず始めたのが4畳半スクリーマーというラジオなんですけれども、実は白井さん、今年で31歳かな。で大学その演劇部卒業してすぐに始めたんでちょうど10年ぐらい前に始まったのがその4畳半スクリーマーという番組で、これが大体160回ぐらい続くんですかね。基本的に毎週更新で3人で、まあ、ただひたすらに世間に対する愚痴だったり妄想だったりっていう好きなアニメの話だったりっていう話なんですけれども、まあいかんせん10年経って今聞き直しても面白いぐらい面白いんですよ。特に僕が一番好きだったコーナーは、メールでリスナーの方から、テレビとか、まあ、本とかで見た本当に自分が怖いなと思った話を送ってもらって、白井さんがそれを曲解して実はめちゃめちゃいい話なんじゃねえのっていう話にするやつが本当にあこのめっちゃ怖い話超いい話じゃんみたいな。そう、白井さんはよくラジオの中で勝手に妄想でストーリーというか自分の中にキャラクターを生んで喋るのが得意なんですけれども、心霊探偵源さんっていう人がですねそのコーナーではよく白井さんが演じるキャラクターだったんですけども、この源さんにかかるとどんな怖い話もめちゃめちゃいい話になるんですよ。まあそこら辺はちょっと話すと本当に長くなっちゃうんで、ぜひ、まあ、本当に10年ぐらいの前のラジオなんで、まあ、今聞くと、そのネタ古くないみたいなのもあるんですけれども、まあ、でもそういうコーナーだったりだとか、まあ、でも単純にその基本的にはその4畳半スクリーマーは、まあ、笠原さんが AD で、そのエヴァと智子さんと白井亮さんの2人のトークという形なんですけれども、まあ、この2人のトークがね、お互いがお互いを嫌いでありながら尊敬し合ってるみたいなね、お前クソだな、お前もだなみたいな感じで、まあそんな4畳半スクリーマーだったんですが、お前クソだな、お前もなみたいなのがだんだん強くなっていって、お前本当にクソだな、やめようぜってことでやめちゃうんですね。そんなに。そうなんですね。あの4畳半スクリーマーの後半の時にですね、白井さんが突然、今度笠原くんと2人でラジオをやろうと思いますっていうくだりがあるんですけど、そこで、新しく始まったラジオがタイムマシン部というラジオなんですね。ちなみに江端智子さんもこの4畳半スクリーマーが終わった後に瞳坂という2人のラジオをやるんですけれども、まあ、こちらもこちらで僕めちゃめちゃ好きなんですけれども、まあ、今回お時間の都合でタイムマシン部の方を話したいと思うんですけれども、まあ、そのタイムマシン部、白井さんはもともと一人喋りをやってみたかったということで始まったラジオなんですけれども、まあ、タイムマシン部は、白井さんの一人喋りと、まあ、AD 笠原さんが、後ろでただ笑い続けるっていう、まあ、すごい分かりづらい例えになるんですけれども、まあ、伊集院光さんのラジオでいうところ の渡辺さんポジションが、笠原さんになるんですね。まあ、これ全く伝わってないと思いますけど、ただ後ろで笑う係っていうだけなんですけれども、まあタイムマシン部、まあ、実は、その4畳半スクリーマーがあって、タイムマシン部、タイムマシン部が100回近く続くのかな、80何回ぐらい続くのかな。でその後、1回女の人のパーソナリティ、女子大生をパーソナリティに入れてタイムマシン部2というのがあって、でそれも今終わって今タイムマシン部 G というこの今時期で言うと第4期に入るんですけれども、いや本当に面白いラジオで、おすすめの本当に白井さんはもともと演劇の人間なんですけれども、趣味が、科学の勉強をすること、相対性理論に関してめちゃめちゃ詳しいし、ある回では相対性理論を子供にも分かるようにちょっと細かいところからいろんな例えを使って説明するみたいなね、ちょっとアカデミックなところもある人で、でいろいろ伝説というか、まずタイムマシン部のリスナーは本当にすごい人が多くて、F1 レーサーの小林亀井さんとか、あと小説家のおついちさんとかがね、ヘビーリスナーなんですけれども、まあそうですね、いろいろ企画とかもやっていまして、富士スピードウェイっていうそれこそ F1 のサーキットに使われるところをママチャリで一日中漕ぐっていう企画をリスナーと一緒に参加するっていう企画だったり、山の自然を自転車で一周する企画だったりだとか、まあ、白井さん実家が埼玉にあるんで、埼玉のでっかい運動公園で、リスナー50人集めて1日かけて泥系をやるっていう企画だったりだとか、結構アクティブ、泥系をただひたすらに泥系をするっていうロケやったりだとか、結構アクティブな。で東北にも関係があって、岩手県にあるゲイビ系っていう渓谷があるんですけれども、そこにローカルヒーローでゲイビマンっていう、実はローカルヒーローがいるんですけれども、実はゲイビマンの、ゲイビマン調べてもらうと分かるんですけれども、まあ、ヒーローの中にボス的なポジションでゲイビホワイトっていう一番の長老であり、そういう魔力みたいなヒーローでいうところのボスみたいなポジションなんですけれども、その人が、まあ、すごいタイムマシン部のファンで、
で白井さんがそれに注目して一丁面白いことやらないかっつっていろいろあの企画みたいのをやったりとかっていうのをやっていて、いや本当に白井さんの影響力ってなると意外なところでつながっているなみたいな、結構有名な方も今広がっていますね。まあ、リスナー同士のつながりも広くてですね、今台湾新聞 G なんですけれども、白井さん基本的に今もともともうフリーター、まあ、ハンニートっていうと本当に白井さんの頃はそうだけど、まあ、ハンニート、まあ、でも今社会人一応働いてるんですけれども、まあ、お金がない中、ラジオをやらなきゃいけないということで資金やりくりに、リスナーの方がやっている餃子屋さん竹炭専門店炭屋さんというところからスポンサー料金をいただいて、なんとか今やりくりだったりするんですね。で一番僕が衝撃的だったのは、ある時白井さんのところに一本の、電話が来まして、どっからの電話かだったっていうと、あのアミューズって思い出は知ってますか？あのアミューズ、わかります？福山雅治さん、サザンオールスターズ、ワンオクロック、パフューム、そう。そうだね、フランプールも入ってる。そう、全部言ってたら時間終わっちゃうからね。あのアミューズさんから、ちょっと白井さんの ラジオ、私すごい面白いんで、アミューズが持っているユーストリーム番組、まあ、あの If I Am っていうユーストリーム番組やりながら、他の番組宣伝するのもあれなんですけど、ストラボ東京さんっていう、そのアミューズが持っているチャンネルでですね、その番組をやってくれないかということだったり、なんかなかなか本当にアミューズですからね。その白井さんが、あのこれに関しては白井さんがどれだけクソみたいな人生を送ってきたかっていうところとアミューズっていう企業の凄さを比較すると本当に感動する話なんですけど。あ、そうだね。そう、本当に、いやそんな感じで、なんだろう、もうただ単に本当に好き。そう、ぜひ聞いてほしいですね。おすすめの回というか、今から聞くんだとすると、最新の回ではなくなっちゃうんですけれども、まあ、タイムマシン部の無印の頃を聞いてほしいですかね。ちなみに僕が聞き始めたのが、高校1年生か2年生の頃かな。でタイムマシン部の後半の回だったんで、まあ、そこら辺の回から聞いてもらって、ぜひ。あの僕個人的に好きな回は、小惑星探査機はやぶさと月の探査機のかぐやと暁っていうこの探査機3つを擬人化してラブストーリーにするっていう回があるんですけど、めちゃめちゃいい話ですからね。うん、あのよくよくかけてあのエンディングで、でも皆さんこれ探査機の話ですからね、勘違いしないでくださいよっていうんで、みんなリスナーみんながあ、なんだこのラブストーリーを、そっか空想話だったんだっていう感じで、いや本当に例え話と妄想と愚痴に関してはポッドキャスト、インターネットラジオ界において白井亮さんの隣に出る者はいないんじゃないかということでおすすめです。まだお時間ありますかね？あ、30秒ありますね。あと30秒か。まあそうですね、ちょっと30秒じゃ俺のラジオをどうして聞くようになったかっていう話もできないんで、まあ、この辺になりますかね。なんかバーベキューとか今年の夏だかに企画、あのリスナー集めて企画するみたいな噂が立ってるんで、ぜひやってほしいというのと、あの僕参加したいなと思っているんで、本当にリスナーにあの参加型のいろいろな企画をやっているっていうのも結構インターネット、あのアマチュアのね、インターネットラジオ界においては結構面白いんじゃないかなと。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。いや面白かった。いや聞いてみたくなりましたよね。これはね、まあアーカイブがものすごいあるようなんで、どこから手をつけていいかわからないんですけども、聞いてみたいなと思います。さて1時43分になりましたけれどもね、もうほんと残り1人っていうところですよね。さて誰か行きますか？さて誰か行きますか？いいですよ、いいですよ、遠慮しないでください、遠慮しないでください、いいですよ、遠慮しないでください。遠慮しないでください。ポリッチー、いや、アリリないんですか？大丈夫ですか？半分だけだ。まあ、じゃあとりあえず、アリリ行こうか。とりあえずアリリ行こうか。はい、じゃあ座ってください。はい、じゃあアイドルかかと引きずらないの？改めてじゃあ自己紹介ね。はい、こっちのカメラに。こっち。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はい、宮城大学3年のアリリンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて何の話しましょうか。アリリンとイフアイアムについて。はい。ということでお話ししたいと思います。はい、というわけでじゃあ、はい、いきますか。そうですね。ではアリリンさんお願いします。はい。
皆さん、今から1年前のことを思い出してください。安倍内閣違う、あのね、私1年前こんなんじゃなかったんですよ。確かに知ってますか、あの1年前のね、1年前の5月10日ですね、ちょうど5月10日あの母の日だったんですよ。私は母の日にはいつもあのお母さんにケーキとカーネーションをねあげるって決めてるので、去年の母の日はですね、仙台駅のね、あの近くにあるケーキ屋さんと、それからお花屋さんにまあ予約をして、あのお花を取りに行くっていうこと、それからケーキを取りに行くっていう任務をね、去年の今頃あの持っていたわけですよ。しかしながらですね、ツイッターをふと見ると24時間配信というわけのわからないことをやってる人たちがいるわけではありませんか。私はそれを見てバカだなと思ってましたよ。なんでこんなことをしているのかなと。でもまあ If I Am にはですね、高校生の時からお世話になっていて、ね、あの詳しくは過去 の, あの放送見ていただきたいんですけれども、本当の高校時代からねお世話になっていて、でまあタイムラインでね、24時間配信みんな来てとかね、こういろんなのを見て、あ、やっぱり行こうかなと思ってさらっとこう来たわけですよ。まあさらっとただ来るのもあれなので、ミスタードーナツで10個ミスドを買って持ってきたわけなんですけれども、まあその頃ね、菊池さんというね、ドクターの方、今ドクターの方ですね、まあ仲が良くて、よくツイッターでリプを飛ばしてましたね。りょうちゃんとかって言って遊んでましたね。わあ懐かしい、懐かしいな。菊池さんからしたら黒歴史りょうちゃんってね、遊んでましたね。りょうちゃんと仲良かったわけですよ。怪しい、はい、まあ、特に深い意味はありません。それでですね、おいでって言われたんで来たわけです。ちょうどその頃はですね、 If I Am の朝の番組ぐったりというね、懐かしいな本当に、1年前かということでね、そういうぐったりっていうね、本当にぐったりしている番組をやっていたわけなんですけれども、まあ、そこでアリリンが現れるわけですね。その頃は別にアリリンじゃなかったんですよ。アリリンじゃなくて普通の宮城大学の3年生だったんですね。あ、2年生、ごめんなさい、2年生でした。2年生でまあ普通にね、普通に来たわけです、ここのね、あの創造スタジオごくりというところに。でちょっと出なよって言われて、あのね、りょうちゃんに言われて出たわけですよ。ちょうどね、位置的にはここでしたよ。ここにね、左側に漆田さん、右側にりょうちゃんがいたわけです。でそこで最近何してるのって漆田さんから言われました。最近、と言って、その頃はですね、皆さん、自己愛って持ってますかね。ナルシズム啓蒙委員会というですね、委員会に所属しておりまして、己を愛さなければ人を愛せないというコンセプトで、バラを加えながら踊っておりました。自己愛の啓発ですね。やはり人間生きていく上で自己愛というものは非常に大切で、それをたくさんの人に知ってもらいたいというところで、こっちカメラがどっちかな、こっちかな、はい、あ、こっち、はい、そうですね、そういう活動をしておりまして、まあその話をしたわけですよ、漆田さんに。最近何やってるのって言われて、で最終的にね言われたんですよ、アリリンって何なのって。何なの、何なのって何なんですかね。私その時にちょっと黙ってしまったんですよ、答えられなくて。でそこで漆田さんに言われたんですよ、アイドルなのって。で返答に困った私はなぜかそこではいという言葉を発しました。漆田さんがアイドル、そんな仕掛けだったの。俺のせいだ。それで1年後こういう形ですよ。無事ですね。2ヶ月ぐらいでそんな形にあって。いやいや、まあちょうど1年前ですよね、本当に、言われて。いや1年で変わりますよ人は。まさかねセーラー服を着てアリリンデート企画という企画をするとは思っていませんでした。今 If I Am をご覧の皆様、人間は1年もあればとんでもない方向に変われます。とんでもない方向って、あんまりプラスないじゃん。いやでもね、でも
そうなんですよ。まあいくらねアイドルなのって言われて入っていったとはいえ、まあ、セーラー服を着るっていう決断はですね、私の中では非常に大きかった。これ本当に今日限定ですよ。もうこれ以上私は言いたくありません。セーラー服を着ている謎というものは基本的に明かしたくないものなので、今日だけ限定で公開いたします。まあね、セーラー服をなぜ着ているのか。二十歳にもなってね、なぜこの女子高生、まあセーラー服っていうのはまあ女子中学生も着てるわけですからね。まあ一体年齢はいくつなのかってなりますけれども、まあなんでこの私が今二十歳というね年でこれを着ているのかと言いますとですね、いや IFIM が大好きだからですよ。IFIM が大好きだから私はこれを着ているんです。まだ腑に落ちてませんね。ちょっと飛躍しすぎた。飛躍しすぎてますね。ちょっと冷たいと思います。うん、あと何分ですか？まああと5分ぐらいあります。ああそっか。じゃあごめんね使うね。5分使うね。ですね。IFIM、非常にですね、真面目な人が多いんですよ。みんな頭が良くて、みんなすごい語彙力あって、すごい政治とか、すごい本当に頭が良くて、私はもうついていけるレベルではありませんでした。もう逆に言えばね、すごい真面目腐っててね、なんかこう特定の何だろう、頭のいい人にしか受けないような番組だなって思ってたんですよ。で、私は IFIM が大好きだからどうにかしたいなと思って、まあ、どうにかしたいって言い方変ですけど、なんかこうもっとこうわけわかんないことしたいなと思って、こうね、それがきっかけで東北の魅力を発信するっていうために、まあアリリンデート企画と言われるね、罰ゲームと呼ばれる企画を、ね、犠牲者3人とのデート企画っていうね、犠牲者とは何だと。犠牲者って何だよ。それを言ったのはあなたですよ。ホラグチ君あなたです。まあね、そういう企画をやりまして、ね、あれデートってね、あのね、まあ、言う人には言ってるけど、ローマ字にするとだてになるじゃないですか。仙台といえばだてですよ。だからね、東北の魅力を発信したくて、そしてまあね、少子化とかもね止めたいと思っていたので、デート企画っていうね、今までねデート企画、デートとかしたことない私がですよ、セーラー服を着てデート企画をしようと思ったのはね、IFIM が大好きだからですよ。伝わりました？まだ飛躍してる？なんとなく伝わったかな。 20-30% ぐらい、 20-30% か、ほんのり来てる、もうちょっといけるかな、まだセーラーにはたどり着かない。あ、そっか、そうだね、3分の1も伝わらない、伝わらない。まあね、セーラー服を着た理由はね、普通の服装じゃ嫌だったからですよ。うん、人間の第一印象っていうのは見た瞬間に決まる、もう3秒で決まるって言われてるじゃないですか。 IFIM をもっとこう、なんだろうな、誰だよ落としたの。ほら口。というわけでね、 あと2分ぐらいだと思うんですけど、どこまで話したっけ、セーラー服をね、なんだっけ、着て、あ、そう、それそれそれ、第一印象は3秒で決まるんだけど、だからね、とんでもない格好しようと思って、まあコスプレサイトにアクセスしたわけですよ、私は。まあいろいろありましたよ、メイド服とか警察官とか、ね、いろいろあった、巫女さんとかあった、いろいろ。でも私はすごいチキンだったから、学生服っていうね、誰もが着れるものを選びましたよ。選びました。でもいざ着るとなると、やっぱり最初はなんかね、なんかこう本当に着ていいのかなみたいな、最初に着た時のみんなの反応はね、ひどいもんでしたよ。はって、はって、お前何やってんのって。でも私は IFIM が大好きだから、IFIM が大好きだから、こらえて着続けました。それから1年それから1年本当に、なんかセーラー服ってすごいなって自分で思います。セーラー服を着てるおかげで、あ、セーラー服の子だね、あ、セーラー服の子だねって、セーラー服の子になりました。私が伝えたいことは、IFIM が大好きだということです。それだけです。本当に好きです。みんななんか意地悪するんですけど、すごい冷たいんですけど、なんかすごいわけわかんないこと言われるんですけど、うん、なんかね、ナシリンとかね、アリダンスとね、なんかね、ナシリン懐かしいですね。ね、なんかね、いろいろ言われてるんですけど、まあいいですよ、それでもいいです、私は IFIM大好きだから、うん、だからね、
本当にあのね、漆田さんには感謝しております。終わったー、終わった、今回終わった、すごい、はい、ありがとうございました。いやまあまあまあね、まあ論理がねどうとかは置いといて、まあアリリンがねリファイム好きだってことは伝わったと思いますね。そう、俺はねもうメンバーも聞いてたんでメンバーも伝わったと思うし、まあメンバーもなんだかんだ言いながらアリリンのことちゃんと好きでやってるんで、それはね、あーそういうとこあるからポイントが下がっていくんですけど、なるほどね。まあそんな感じでリファイム楽しくやってますんでですね、24時間配信も残り本当に少なくなってきましたね。残りあと7時間かな、マジでだね、そうだね、だいたいあと7時間ぐらいですよね、うん、そうですね、あもうほんとラストスパート、もう3分の1切ってますね、ですよね、早い、すごいですね、早い、切るんですね3分の1って、いやいやすごいな。というわけでこれから残りラストスパートとなっております。これからもね企画盛りだくさんでやっていきますのでですね、ぜひですね、まあ今見てる皆さんもねどん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 次の時間、次の時間のねコンテンツを見ていただいて楽しんでいただけたらなと思います。僕らも楽しんで24時間配信をやってますので、ぜひですねもう本当にこの楽しんでる感じをまあ見て皆さんも楽しんでいただいて、まあ良ければねこのスタジオに来たりとか、まあ、イクラム興味を持ってね、あのこれ録画で見てる方はもう木曜日21時から毎回やってますんで、イクラムに足を運んでくれたらなと思います。というわけでミニブログロックフェスティバルでした。ありがとうございました。